皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラマ PK です。では、本日も、グッドモンスターバイオレント、グルトン縛り、やっていきたいと思います。で、今回はですね、まず最初にここ行きます。ここね。地面ね。これね、見た感じだと。あと、残ってるところ、ここと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 、ここになるんですよね。果たしてね、うまくいけるのか。徐々にレベル上限上がっていてからさ、レベル上限というかレベルを上げなければいけないなっていうね、焦々に駆られちゃうところを期待してるんで、ちょっとまずここで6個使います。ステミタックルいりません。今ここで使えるものは使っておく。不思議な雨は使わない。うん。雨の、よーっしゃ。の方はちょっと残しとく。ラストに。ね。40くらいやったらなんとかいけるんちゃうかなって。思ったりしてるんですけど、どうなんでしょうね、という感じで今回はやっていこうと思ってます。すぐま、スナーサーバーバーババーでかい、ちゃーちゃー、スナーバー、靴の中に砂が入ると一体どうなると思う？知らんがな。ケイキング、厳しいよ、それ厳しいよって。さて、穴掘るね、どうすっか。どうすっかなんだけど。地面鋼なんで、鋼タイプの方に合わせて、格闘タイプの技を入れるか、もしくはこのまま穴を掘るでいくか。負けっすなー、白ですな。厳しいな、うん、やめた方がいいかもしれないな。おっとっとっと、私のギター、曲げたけ、なら音ならないんだよね。なら、バコングに鳴らしてもらったら。バコング鳴らしてもらったよ。敷地かね。草ノーマルですね。ずついていくよね。無理や。痛そう。敷地か、痛そう。もうちょいでレベル上がるせん。お、ぷっくりくる。いいやん。これでレベル上がるな。クリン結構経験値うまいし、進化してるポケモンで、ん、何、まあ、何か通った、あ、クエスパトラか、一瞬になるかな、まだ、あ、40上がりましたね。腕もならなかったか。なってないね、ちょっとびっくりした。目の前何か通ったからさ、もしかして俺の幻覚かって一瞬思ったら、横見たらクエスパトラいてびっくりした。おっと、まんまるしかーい。ここら辺にもいたの覚えてんで。40ぐらいやからいけるかな。どうだろう。青春ってなんだろう。あなたは答えられるうちな。いやー、ちょっと厳しいかな。カプサイジな。草炎な。ずついていくよな、もうな。おのずとこれが一番効果力になるっていう。踊り鳥、何バージョン、エスパー飛行かな、これは。
泥棒で行こう。よし勝った赤かったら、炎なんだ。緑、なんかピンク色っぽかったし、あ、これエスパーだなって、ちょっと感じた。この気持ちが青春なの？残念なちゃちゃ残念な。絶対ちゃうやろ。青春かよってか、言えるかもしれない。かもしれない。いたね。前回ね、ここ来て、ロトロトは聞いてるんで、やっていってもいいんやけど、いけるかな？ちょっと一旦変えるか。穴を掘る、ボディープレスに。あ、防御高いほどか。あ、ちょっと待て。お、いいの見たぞ。あ、そうなんや、ボディープレスって。75だったよな。どうしよう。タレマシンガーがあんまり効かんかったらボディープレスに変えようか。ならば。ああ。やばいやばい。どこらへん？こっちらへん？いや、ちょーん！ここでも当てれば来るか。ちょっと厳しいからな。待とう！ママンボ！いや、ちょっと厳しい。ちょっとそれは厳しい。いつ来る？いつ来る？そろそろ来る！おーじゃあ、ウィーってなるほんま。よいしょっと。やってまいりました。鉄の渡し船。おーっと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 。地震が、地震が。ビルドンフォー。ロト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 。来たな。普通よ。鉄の渡しは本来パルディアの罠のポケモン。くれぐれも注意して対処してくれとな。いや、くれこれ。くれこれ。ちゃちゃ。厳しすぎるっしょ、それ。うわ、強ーい！あかーい！ちょっともうちょい上げてこなければいける。っていうね、ことですね。鋼ですね。ダメですね。ちょっと逃げさせていただいてもらって。あー、ダメだダメだって。終わった。アイアンヘッド強ーなってね。いや、無理ゲーやん。もうちょっと捕まえ、やってこない、レベル上げてこなければ。いや、あかん。これはあかんよ。な、それ、よ、パフュートン死ぬよ。倒れちゃうよ。もともとの種族値、低いもんね。うん。最初のうちは無双でいたっても、途中からできなくなるのは目に見えてるやんっていう話やん。なので、ちょっとね、トレーナー、探して、買ってくるわ。買ってくるわ。トレーナー狩り始まるわ。ああ、まだ無理か。